住むの今持ってくれないんだ、うん、人間やからね、うん、生活制度としてはだから、うん、これはまたね、うん、来て、先へ行くか、うん、すごいなぁ、あいつは写真見たのか、おいしそうでした、特急、はい、大丈夫かよ、いつもは何ですか、電車同士の障害できるのか、次とかに何でか面白い、こっちは階段登って走っていくのここいいよ今次は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 天気ありますね。あ、ほんまに。今人の方が力はないらしいけどね。こっちの方が、まあ、現物が現物の方が出ちゃってるわ。200の方が。どうしても馬力あるとかいうらしい。まあ、リアル見かけなんだろうからね。まあ、本当の新しい人が見つかる。青い鳥にも。この辺は近所の方はこの辺ですけども、だから向こうは近所のその絵が描いたらもねえですけど、売り上げにもうたら俺が畑で、しております10時11分発の福知山行き普通電車です。終点の福知山まで各駅に止まってまいります。ご飯を出ますと後ろの車両のドアは綾部福知山の丘は開きません。途中の駅で降りのお客様恐れ入りますが、前の車両の運転席後ろのドアから降りいただきますようよろしくお願いいたします。これより先、後ろの車両のドアは綾部福知山の丘は開きませんのでご注意ください。でまた途中の綾部から舞鶴線で西舞鶴東舞鶴方面お越しのお客様、綾部でお乗り換えです。普通電車の東舞鶴行きに29分の待ち合わせで連絡をしております。綾部から舞鶴方面、普通電車の東舞鶴行きに29分の待ち合わせで連絡をしております。また終点の福知山で山陰線、和田山豊岡方面、普通電車の豊岡行きに3分の待ち合わせで連絡をしております。最終点の福知山で和田山豊岡方面普通電車の豊岡行きに3分の待ち合わせで連絡をしております。お待たせをいたしました。普通電車福知山行き発車いたします。
これ、プロテイクで入ってるんですけど、はい、照明に立てます。